ストレートエニアグラム二等辺の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、隊長、はい、今日は、はい、どうやら目の前に繊細さんがいるみたいです。繊細さんが、うん、というのは、うん、あの今ベストセラーでございます、うん、繊細さんの本、うん、武田裕樹さんなんですけども、うん、繊細さん HSP、うん、ハイセンシティブ、ハイリーセンシティブパーソン、パーソン、要は、うん、あのとてもいろんな空気を感じて、うん、はーってなってしまう、うん、そう、なんかネットで調べたら、はい、感受性が強くて、はい、こうとても繊細な気質を持った人って書いてありました。なので、ここの中にあのその、うん、HSP に該当するのではっていうので、うん、23個の Yes、うん、No があって、うん、12個あれば、うん、そうかもしれません、うん、HSP かもねっていうのをやってみて、うん、私、うん、12個ギリギリ繊細さん入ってると思って、うん、で隊長もにもやっていただいたら、うん、隊長は5個、うん、あ、残念あなたは違う、うん、でちょっとそれっぽくなく今振る舞ってるんですけど、うんうん、多分このもしかしたらこの繊細さんの本を、うん、読まれて、うん、あの私そうかも、うん、って思った方は、うん、我々よくやってるこのエニアグラムっていう動画の中で、うん、タイプ私、うん、繊細さん HSP、うん、こういう音が気になるんですよねこういう音が気になるんです。気になります。あ、そりゃそっかあの、うん、HSP、うん、でこれを見て、うん、私繊細さんかもって思った方は、うん、私あのエニアグラムというもので言うと、うん、タイプ6なんですけども、うん、もしかしたらその私と同じタイプ6なのでは、うんうん、もしくは違うタイプで、うん、タイプ4なのでは、うんうん、と思ったので、うん、そんな話ができればなと。エニアグラムの説明を簡単にさせていただくと、うん、自己主張、うん、融和有利、これはあの例えば飲み会とかクラス会とか、うんうん、会社の懇親会とかの時に、うんうん、まあ、その場に入ってどう振る舞っているか、どう振る舞っているか、うん、要は自分を主張して、うん、わーって中心で喋れるか、うんうんうん、融和、中に入った時に、うん、場の空気が気になる、うんうん、で場の空気の中で自分がどう振る舞えばいいのか、うん、自分の立ち位置みたいな、立ち位置みたいなのを知りたいと思うか、うんうん、もしくは有利、うん、これ有利っていうのはもうドローンのように離れて見ている、うんうん、俯瞰して見ているような感じ、こうあんまり関わられたくない、なるほど自分のテリトリーはあまり起こされたくない、なのでちょっと離れて見てるみたいな、な負けが一つあって、うん、もう一つの分け方としては楽観合理、うん、反応、うん、この楽観っていうのはその例えば何か大きめな事件、うん、例えばそのいつもの時間に子供が帰ってこないとか、うん、あ、この仕事、うん、締め切りが明日だった、うん、どうしよう、うん、っていう時とかにどんな反応をするか、うん、例えば楽観的な人は、うん、大丈夫さ、大丈夫、なんとかなる、なんとかなるっていうのと大丈夫さって言ってモチベーションを高めてるんですよね。頑張れば明日までに終わる。なるほど。で、合理の人って、うん、合理という人はじゃあどうしようかっていうのを合理的に考える人、うん、合理的に、もうどちらかというと感情を排除して、はい、もうこれをこなすにはどうして何をしたらいいのかっていうところだけを考えて、考えて、うん、で、反応っていう人は大変だっていうのを人に知ってほしい、うん、知ってほしい、まず周りにそれを伝える、うん、大変だっていうのを周りに思ってもらいたい、はい、共感してほしい、共感してほしい、まあ、それが解決に役立つと思ってるのかなと思ってるんですね、うん、このみんなでこの問題を共感してさせることによって問題を解決しようとしている、うん、で なのでこう全部問題の解決の仕方みたいな、そうですね、楽観の人はその気持ちを高めて問題解決しようみたいな、はい、っていうこの 3×3 で人は9タイプに分類される、うん、分類されますっていうのがエニアグラムです、うん、で私タイプ6、うん、タイプ6というのは
この自己主張優和有利の時に、うん、優和場に入った時に、うん、空気が気になる、空気が気になる、立ち位置をどうしようか、うんうん、偉い人は誰だ、うんうん、っていう空気が気になる人、うんうん、で楽観合理反応の時に反応の人、うんうん、大変だっていうのを共有したい、うん、っていう優和反応の人がタイプ6ですと、うんうん、でもう一つ私が一番初めにタイプ4なのではって話をしたのは、タイプ4の人は有利、ちょっとそういう飲み会とか懇親会とかの時に離れて見ている、その輪には入らないようにしている、集団の中には、で何か起こった時に反応する人がタイプ4ですと、この2つなのではと、特にこの繊細さんの本で、は僕のことが書いてあるって思いました。って思ったのは、その例えばそのテストの中で、うん、繊細さん診断テストの中で、うん、忙しい日々が続くと、うん、プライバシーが得られて、うん、刺激から逃れられる場所に引きこもりたくなる、うん、っていうのは、うん、僕ちょっと今慣れきってるんですか。あ、でも僕が5つに当てはまった中の1つですよね。いや、なんかその忙しい時に、うん、家に入った瞬間に、うん、あ、守られてる。あ、で、いや、なんかそこに層が一枚あるような感覚。うん、あ、僕とは感覚が違うなっていう。あ、違いますか。こう、僕こう忙しさから逃げ出したいだけですかね。あ、なるほど。僕はなんかもう、うん、家の敷地内に入った瞬間に、うん、なんか不安って、うん、オブラートをくぐり抜けてですね。うん、あ、もうここからは自分の縄張り。自分の縄張り。だから安心。電話はもう出ません。うん、っていう感覚になるんですね、うん、であとはそのいや、まあ、マルチタスクじゃない、うんうん、何かバッと起きた時に、うん、その漠然とした不安っていう、うんうん、よく、まあ、いろんな動画で上げてるんですけども、うん、小さな不安が重なってくると、うん、一個の大きな不安にしてしまう、うん、で何も 手をつけずにもうダメだガクってなる。僕もでもそれも当てはまります。どこのうちの一つ当てはまって、ただ僕の場合はそうなった時に逃げ出すとか、なんとかなるって思い込む。あ、なるほど。僕はもうダメだになるんですよね。であとは、まあ、ピンときたのは、うん、その暴力的な映画やテレビ番組は見ないようにしているってあるんですけど、僕はあのもうワイドショーとか見れないんです。僕は好きですよ。あ、ワイドショーは見ないですけど、はい、暴力的な、あ、ちょっと僕もごめんなさい、タランティーノとかは好きなんですけど、うんうん、バトルロイヤルとか格闘技好きなんですけど、うん、そのなんて言うんでしょう、 見たくない番組はとても多いです、うん、ショッキングなやつとか僕好きなんですよ。あ、なるほど。あ、でもあんま好きじゃないかな、うんうんうん、あの要は欠損描写、欠損描写、例えばその腕がないとか腕が切られるとか、うんうんうん、プライベートライアンとかひどかったじゃないですか、うん、どうです。要はあの腸が出る、映像が出るとか。僕小学生ぐらいの時から好きです。ああ、なるほど。あとはそのよくスポーツ選手の怪我した瞬間のシーンとかってあるじゃないですか。うんうんうん、ああいうのダメなんですよ。見れない。うわーって言いながら結構好きで見る。なるほど。僕はもう、うわーって言いながらと一切ああいうのダメとか、まあその中で書かれて、あとは書かれていたのは、うん、その。あなたが疲れているのは体じゃなくて頭なんじゃないとか、うん、あ、いやもう考えすぎてしまう、その空気のこと、うんうん、なんで今僕がこうやって喋りながら、あ、体調どう思ってんだろうっていうのはやっぱ常に思いますし、うんうん、まあ、自分の動画を上げた動画を見てるときに、これ面白いのかな大丈夫かしら、まあ、人の反応が気になりますっていう、気になるタイプですもんね、はい、っていうのがまあこのタイプ6、うんうん、でこの本でその繊細さんに対してはそのこうすればいいよっていうのはいろんなことが書かれていて、動画でもいろんな方が繊細さんの紹介をしているので、まあ自分が繊細さんだ、でこの繊細さんに対しての解消のアプローチはこの本にお任せするとして、エニアグラム的にこの繊細さんを繊細さんと思ってる人、思ってる人をタイプ4かタイプ6に仮定すると、うん、こんなことをするといいよっていうのをエニアグラム的にちょっと紹介させていただければなと、うんうん、でその本としてはちょっと古いんですけども、まあ、うん、エニアグラムの本
まあ、多分どの本見ても、うん、そのあなたのとらわれっていう、うんうん、とらわれが何で、うん、こう解消するといいよっていうのが挙げられてるんですけども、うん、今回はこの鈴木秀子のエニアグラム活用術という本をちょっと参考させていただきます。ちなみにタイプ4の方は、うん、有利タイプで反応の人は、うんうん、タイプ4、とらわれとしては平凡さを避ける、うん、ということを心で思っている、うん、で自分とは他人とは全く違う、うん、特別な存在だと感じているので、うん、自分は周囲から理解されにくいと思っている、うんうんうん、そのためその成長の過程で例えば親に見捨てられるのではないか、うん、見捨てられたのではないか、うんうん、とか友人に見捨てられたのではないかっていうのを日々、うんうん、いろんなところでその空気を感じている、うん、空気を感じてるって言っても妄想ですよね。まあ、楽観タイプから言わせるとそうかもしれません。楽観タイプの人から言わせると、うん、でまあ、これはこれでまたタイプ的にはいろんなとらわれがあるんですけども、うん、あ、まあ、そうやって感じるっていうことです、うん、はい、感じて生きてるっていうのがタイプ4です。タイプ4の人なんで実際にそう思われてるかどうかっていうのは、まあ、分かんない。また別の話です。それはもちろん、うん、でその他人には理解できない苦しみや孤独感、つまり自分だけが感じている悲劇のドラマを潜在意識の中に抱えていますと。でまたそれがその初めに申し上げた平凡さを避けるっていう意味のその特別感、自分は平凡さを避けるっていうのがあるから特別なんだ、うん、悲劇のヒロインっていう、そうなんです、そうなんです、あの悲劇のヒロインとよく言われるんですけども、その喜怒哀楽いずれの感情も強烈な時に自分のこれが私なんだ、うんうん、生きてる実感みたいな生きてる実感みたいなのがあるという、このなんて言うんでしょう、有利して反応するタイプ4、うんうん、悲劇のヒロインなんです、うんうん、なので、まあ、そんな方がもしかしたらその私は繊細さんだと、うん、いろんな人の苦しみが分かる、悲しみが分かる、うん、怒りが分かる、うんうん、まあ、結局こう人からどう見られてるかみたいな、特別に見られたいっていうのが、まあ、あるのでね、うんうん、はい、またそうしないと、うん、そのタイプの人はそうしないと生きていけないと思っている、うんうんうん、私は特別でないとって思ってる方、うん、そんなタイプ4の方への、うん、まあ、アドバイス、うん、こうしたらいいよっていう、うん、エニアグラム的なアドバイスとしましては、うん、タイプ4は自分の人生には多くのものが欠けていて、うん、それを得た時に本当の人生が始まると思っている、うんうん、だからそんなものはないし、うんうん、そんなものはないですし、もうすでに自分にはそれが備わっているって考えようと。で、うん、非現実的なその本当の人生が始まるためのものを求めるのではなくて、今持っているものに満足するようにしましょうと。でまたそんなタイプ4の方は手に入らないものに惹かれて、いざ手に入ってしまうとそれに興味を失いがちですと、うん、でなのでその自分が持っているものに欠点ばかり目につく悪い癖に気づいてくださいと、うん、あなたが持っているもの、今すでにあなたが持っているものはとても尊いものです、うん、でまたこのタイプ4の方、うん、平凡さや単調さを嫌いますと、うん、激しい心の浮き沈みを実は楽しんでいる側面がある、うんうん、そんな自分が好きなんですよっていう側面もあるんじゃないですかっていう、うんうんうん、なんでその落ち込みや高揚感を自ら増大させて、うんうん、その悲劇のヒロインに入り込むっていうことをもしかしたらやってませんか、うんうん、それはもう自分の意識の外ですよね。それは、まあ、無意識的に、無意識的に、うんうん、なんでそれを、そういった縁起じみた行動は周囲を混乱させて、うん、そのよりあなたを、うん、何て言うんだろう、特別すぎるというか、うん、ちょっともう、まあ、みんな離れていっちゃうよっていう、っていうことになってしまうので、うん、気をつけましょうと、うん、でまた、自分の気持ちは誰にも理解できないっていう意識が強い、うん、特別だと思っているので、うんうん、なのでその少しでも好ましくないことが起こると、うん、もうすぐに引きこもろうとするところがありますと、うん、なのでそうした悪い傾向に自ら気づいて、うん、自分の殻に閉じこもらずに、
外側に意識を向けて周囲の人たちに興味を持つようにしてくださいと。でまた、タイプ4の方、悲観的になりやすく初めからうまくいかないって決めつける傾向がありますと。そして満たされているように見える人にとても強く嫉妬します。なのでその自分を実際より自分自身が小さく評価しているっていうことに気づいて、自分は決して他の人より満たされてないっていうことに自覚しましょう。でまた、タイプの方、自尊心が低い方たちなので人が嫉妬するような自分の長所を見つけてそれを自信が持つ、そこに自信を持つ必要がありますと。なんでその今まで自分が行ってきたことを肯定的に評価すれば日頃感じているよりははるかに素晴らしい自分の能力に気づくはずですと。で今持っているものって実はすごいものなんだよっていうことを話しています。この多分繊細さん的にいくと、はい、こう多分被害妄想的に傷ついていってると思うんですよね。そう、他人の誰かの、はい、何気ない、別に本人はその人のことを悪く言ってるつもりでもない言葉に対して、はい、拾うんですよ。拾って拾うんです、ね、で勝手にあんなこと言われたみたいな感じで傷ついて、一人で傷ついて落ち込んでみたいな。そうなんで、まあ、なんて言うんだろう、こそこそしてると、うん、僕の中では、うん、あいつ悪口言いやがって、うんうん、っていうふうに受け取るんですね、うん、だそれと同じように悪口言われてるって、そう、こう勝手に分かります分かります、はい、勝手に傷ついていくみたいな。お前は違うって言われるかもしれないけど分かります。いや本当はね、はい、ランチの話してるかもしれないじゃないですか、確かにみたいなところで、はい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 、こっちの方を見ながらなんかこそこそ話してるみたいな、たまたまこっちの方を見ながらランチの話してるだけかもしれないし、なんか誰々ちゃんが噂してたよって言われると、うん、あ悪口ね、うんうん、で僕もそれはあはいはい分かった、もうあいつとは口利かんだからもう勝手な被害妄想がこう膨らんで勝手に傷ついて分かる落ち込んで引きこもるみたいなのが多分タイプ4なんですよね、はい、で、うん、まあ、一方このタイプ6の人、うん、繊細さん候補、うん、第2タイプ6、うん、タイプ6の人のとらわれとしては、うん、常に現実にうまく適応できるだろうか、うん、という恐れを抱いている点が、うん、タイプ6のとらわれです、うんうん、人生において多くの要求を突きつけられ、うん、グループ組織から期待をかけられていると感じ、うん、その結果非常な気遣いと不安、うん、恐れを持って生活していますと、うん、でまた多くの場合権力者の指示や規則、うん、制度などに依存して枠の外に出ようとしませんと、うん、でしかしその権力者があまりにも理不尽で脅かされていると感じた場合には過度に反抗的になることもあります、うん、ただいずれにしても恐怖感や不安からは逃れられていない、で自分の意思で行動するのが苦手で決定になかなか自信が持てません、うんうん、でディスられてますまあ悪い面ですからねっていうこのタイプ6もやっぱりここで書かれている通り、その自分はこの中で適応できているのか、うん、こう一生懸命適応するタイプなんですよね、はい、一生懸命です、うん、で、はい、4の人は逆にこう自分は自分であろうとするタイプじゃないですか、はい、適応とかやってる、羨ましい羨ましい、でその結果こう傷ついてくる、はい、でタイプ6の人はこう周りに適応してよ、適応しようってしてるからこう周りの目が気になるみたいな、はい、きっとあれ悪いこと言われてるんじゃないかとか、はい、で私みたいに恐怖対抗型の人はちょっと過度に反応します、うん、なんで他の人からちゃんとした繊細さん、プロの繊細さんから見ると、うんうん、僕はアマチュアかもしれないんですけども、うん、結構かなり空気は読んでいるつもりです、まあ、6の人は二等兵だけじゃなくて、はい、みんな空気読んでますからね。そうですよね、でこう、まあ、読み方が違うだけで、ね、そう読み方が違うだけ、はい、でこうこんなこと言ってたけどもしかしたら違うんじゃないか、はい、褒めてくれたけど、はい、あもう心の中では褒めはダメですよ、褒めは聞いてないですよ心の中ではそう思ってないんじゃないかみたいな、はい、もうそうですよ、うん、でこうそういうことをよく言ってて、まあ僕なんかもいいじゃん、心の中なんかどうせ分かんないんだからみたいな知りたくなるんですよね。そう結局だってこう本当のことを言ったとしても、はい、分かんないわけじゃないですか、受け取らない、受け取らない分かんないわけ、はい、だったらもう気にしなくていいじゃないってって思えないのが
繊細さんなんですよ。繊細さん、はい、繊細さんなんです。だからこう多分常に人の評価が気になる。気になる。上司がこう気になる。私の上司の評価も気になる。周りの評価も気になる。家族の評価も気になる。自分の評価も気になる。ってなってこう多分ビクビクするのがタイプ6的繊細さんですよ、ね。はい。してない。ビクビクはしてないけど。いや、そしたら繊細さんじゃないですよ。でビクビクしてないよってビクビクしてるんです。してないアピールですね。アピール。はい。でそのタイプ6へのアドバイスとしては。うんうん、タイプ6は常に内面に恐怖心を抱えていて、うん、強い保護者を探したり信じるに足らない権力に反抗することで、うんうん、自分の不安を和らげようとします。壊れそうな橋ならもう壊しとけみたいなそっちの方が安心じゃないですか、うん、っていうことだと思うんですよね。なんで怖がってるのにそれを認めようとしない、はい、そこは出てる感じですよね、はい、なのでまずそこを認めましょう。自分が怖がりであるっていうことを認識しましょうと。でまたタイプ6の方、この人も同じようタイプ4の先ほど申し上げたのと同じように常に外界に向けて人の心を読もうとしていますと。でストレスを感じれば感じるほどより一層外に出て人の心を読もうとしますと。で実際自分が何に危機感を覚えているのか見誤るケースがよくありますと。でタイプ6は実際の恐怖、実際にあることと自分の想像力が生んだ恐怖とを見極められない自分を自覚しましょう。要は本当のちゃんとしたあの危険なものなのか、いや危険なものからあれがあるかこれがあるかああなるこうなるああなるこうなる実際じゃないものがこういっぱいあるみたいな、はい、いっぱいあるっていうことを考えがちっていうことを意識しましょうと。でタイプ6の人はその外に向いている意識を内側に向ける努力をして自分の恐怖心の内容を検証する必要がありますと。このタイプ6には不安や恐怖がつきまといますが、それが具体的にどのような内容なのかを把握してないケースがあります。不安です。内容はもうなんかよくわかんないわかんないけど不安ですって言ってる可能性ありませんか、うん、っていうことですね、うん、でタイプ6、うん、まあ、後々興味を持った方は見ていただければと思いますが、うん、思考タイプというものです、うん、なんで思考タイプのタイプ6は、うん、考えることで状況を切り抜けようとします、うん、しかも理論的に正しくありたいと考えるため、うん、とにかくいろんな考えを持ちますと、うんうんうん、しかし考えることより、うん、自分の抱いた疑念、これについて、うん、相手と、うん、その疑念を抱いた相手と話し合いませんかと、うん、この人が僕のこと嫌いかもしれないっていう疑念を持って、うん、勝手にそれを膨らませてませんかと、うん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 、だったら、まあ、ここにも繊細さんにもありましたけど、繊細さんにもありましたけど、うんうん、怒ってない、うん、って聞いてみ、聞いてって聞いていいって聞いていいってそうすると誰も怒ってないみたいな、うんうん、え、そんな風に感じてたの、うんうん、っていうことがよくあります。ちょっとお腹が痛かっただけとかそう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 。なんで疑念を抱くんだったら素直に話しましょう、うんうん、であとは信頼できる友人を持つように努力しましょう、うん、タイプ6にとっては相手を信頼できる友人と確信すること自体が難しいのですが、うんうんうん、判断力のある友人の意見を聞いて、うん、自分の思いと付き合わせれば、うん、自分の考えが悲観的になりすぎたり、うん、疑い深くなりすぎていたりすることに気づくと思います、うんうん、確かに。あとはタイプ6は自分の意思を表現することが苦手で、いざ表現する段になると猜疑心に駆られて相手をコントロールしようとしたり関係を壊すような厳しい方になってしまいがちです、うん、自己表現は優しく大らかに行うように努力しましょう。あとタイプ6はいい記憶より悪い記憶の方が強く印象に残りますと、うん、なのでそのマイナスの記憶が自信を持つことを妨げている、うん、なので自分の可能性を普段感じているよりも高く見積もる、うん、自分の実力は高く見積もるっていうことで積極的思考を心がけるようにしましょう、うん、なのでこの繊細さん、タイプ4もタイプ6も同じように自分はどちらかというと劣っていると思っている、うんうんうん、から自信を持とう、うん、なんて、まあ、タイプ9も劣っていると思っているタイプですけどね、楽観なんでまあいいやっ
なるほど、うん、っていうところで、うん、繊細さんをタイプで表すと、うん、タイプ4、タイプ6では、うん、って思っていますが、で実質5人に1人なんで 20% なので、はい、9分の2とはほぼ数字的にも合うな、合うなっていうところですよね、うん、いかがでしょうか、はい、もしかその、うん、他のタイプ、うん、あエニアグラムをご存知で、うん、この動画を見ていただいて、うんうん、この今までの話を聞いてね、うんうん、いや私タイプ7だけど、うんうん、繊細さんだよとか、それ勘違いだよねって言いたくなりますよねタイプ7の人が言ったらタイプ3だけど私繊細さんだなっていうご意見があったらぜひ聞かせてください、うん、実はそのタイプだけじゃなくてこうウィングとか、そうですね、そういったサブタイプとか本能のサブタイプとか、うん、いろんな面でそういった部分が出ることがあるかな、サブタイプの何々が盲点だと繊細さんじゃないかとかありそうですよね、そうそう、はい、なんでもしかそういった意見があれば、うん、またここでお話ができればなと思っています、うん、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、チャンネル登録も何卒よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。